どうも、サイコマンと申します。今日は1月12日水曜日でした。今日は、保有銘柄を大幅に、削減したことで、すっきりした、一日でしたけれども、まず、こちらです。2銘柄、2つですけれども、私の場合は、日本電海5759マネジメントソリューションズ7033の2銘柄を持っています。 2つのみ。これなんで2つのみがいいのかというと、ですね、1つは財務状況というか業績を確認しやすいということです。業績、業績で結構調べるの大変だと思いますけれども、業績を確認しなければ、この株が、いわゆる投資家から求められている、買いたくなるような株なのかということが、分からなくなります。以前は私は実は90銘柄ぐらい持ってました。まだ初心者だった頃は90銘柄持ってたんですけど、今はこのように、分散投資をしているということです。90銘柄持っていた頃は高配当株ばっかり買ってたんですが、いろいろ考えた結果、やはりグロース株というか10番側とか、10番側は難しいですけど、10倍ではなくて、例えば2倍から3倍の株、このあたりを狙うということを、これが大事かなと思います。高配当銘柄といっても、例えば90銘柄を、私は3000万ぐらい購入していましたが、それであっても年間、配当金はですね、結果的に言うと、90万ぐらいです。1年で90万ということで、3000万投資しても90万ぐらいだということです。3% ということですね。3% です。大体これが平均です。ですから、90万です。3000万で90万です。なかなか厳しいですよね。ですが、世の中にグロース株を当てれば、例えば100万投資して、10倍になると、イコール1000万ですよね。さらにその1000万を、10倍株で当てれば、1億ということになります。そんな簡単に物事行くことはありませんが、可能性のということで考えれば、それは今のやり方の方が大事だなと思います。ですから、私はこのように銘柄数を絞って、少数制でやるということにしました。そしてなんでこの2銘柄にしているかというと、一つはですね、日本電海をちょっと見ていただくと分かると思うんですが、基本的に右肩上がりっていうことと、あとはですね、この出来高が結構やっぱりちゃんとしてあるということです。ある程度。で、例えば、あとはですね、出来高と、そのトレンドが、ラインが上昇傾向にあるということと、あとは、やっぱ時流に乗ってるっていうことが大事だと思います。時流に乗っている。時流に乗っているテーマっていうのが大事だと思うんですけど、これ、あれですよね。車載電池用と回路基板用の電池銅箔専業メーカーということで、ということは、これから期待できる EV の部品メーカーだということです。これらはいずれも、揃ってると。いわゆる、上昇気流に乗ってるっていうのと、トレンド、出来高が多いっていうのと、自由に乗ってるテーマ株であるということです。あとはもう一つの方の、
マネジメントソリューションズも、これですね。まず一つは出来高がある程度あるということですよね。そして、チャートを見ると、やはりこのように、調整を挟みながら右肩上がりなんです。25日移動平均線も、75日移動平均線も200日移動平均線も全て上昇気流に乗っています。そして RSI はちょっと85と高めですが、まだ余裕があるかなと思います。あと MACD はこのように上向きになっているということも大きなポイントです。ということなどから、あとはテーマが、ニッチなんですね。真面目ソリジョンズっていうのは、プロジェクトマネジメント PM 実行支援会社のコンサルなんですけど、これ中小企業は海外に進出してきていて、将来的には、コンサル採用を3割増するということで、今後期待できるということ、それは1000人に増やしていくということで、まあ、第二のベイカルと言われていますが、ベイカレントコンサルティングっていう、一時6万ぐらいまで株が上がった、マネジメントソリューションズを期待しているということで、で、ということで、この2銘柄に絞っているということです。で、注文に関しても、一つ気をつけなきゃいけないのは、前も言いましたけど、損切りって非常に難しいんです。いわゆるロスカット。ロスカットが一番重要で、これロスカットがちゃんとできないと、あっという間に含み損が膨らんでしまいますので、大事なのは、例えて言うなら、私これ2銘柄しか持ってないので、このようにここに、赤くなってますね、これ。執行中って200、200ってなって500となってますけど、これが、いわゆる、逆差し値、注文を入れてるということです。ここに書いてありますように、市場価格が5008円以下なら内容で執行すると。マジムソリューションに関する市場価格が3550円以下なら内容で執行するということ。期間は2月、いずれも2月下旬までにしてあるということで、長期間、損量な形にしているということです。なぜこの金額にしているかというと、含み損にならない程度に指しているということです。平均ストック価格がいずれも5053円、3540円なんですけど、それぞれの、その、逆差し値の注文がこれよりちょっとだけ上にしているんです。逆差し値が5080円と3580だったと思いますけど、いずれも含み損が出ないようにしているということなので、上向きはいくらでも上に行く可能性はあるんですけど、逆に言うと、下がってきてしまった時の、なんですかね、リスクオフ、リスク管理が大事なんですね。下落した時のリスク管理。下落時のリスク対応が非常に重要です。これができないとあっという間に、損失が膨らみ退場することになります。ですから、皆さんもその退場しないようにするためにはまずはリスク管理をした方がいいです。退場してしまわないようにするためにはリスク管理が非常に重要だということです。ということで、明日以降も、今日は日経結構、上がりましたけど、正直ちょっと、アメリカの株、アメリカの動向次第なので、すべては。若干上向きなトレンドライン上向きにはなってきていますけど、日経も。ちょっと、マザーズ、今私が持っている銘柄はいずれもマザーズではありませんが、日本電会は、失礼しました。日本電が東証マザーズでしたね。で、マネジメント数字の東証一部です。くら替えしてますんで。ということで、あとはアメリカ、私も一応こうやって持ってはいるんですけど、NBA だとテスラだとバンガードで、VTI ですね。もうアメリカ株の場合は、これ、夜見れない、見れません。寝てます。見れないので、あまり多くは持たないようにしました。前持ってたんですけど、急落でやられましたんで、それはしないようにして、日本株だけを見ているということで、対応しようということです。あとは、お気に入り銘柄ですね。お気に入り銘柄、監視銘柄っていうのを入れてて、
この辺りトレンドラインと、あとは、まあ、好材料出たものなどをまとめているということです。まあ、好材料銘柄とか、あとは、ちょっと個人的に関心がある銘柄。まあ、ただ、この湖北工業とかずっと上がってますけど、まあ、これちょっと一応 IPO なんで入りづらいんですよね。ちょっと上がっちゃってるんで。6800円ぐらいの時に何度かインしましたけど、なかなか入れずにここまで来てしまったという感じです。まあ、6800円でさて、損切りをしたくなくて、ということで、行ったり来たりするので、結果的にこうなってしまったという、ここまで上がってしまったところで、インできなかったということになります。まあ、難しいですね、非常に。それだけで、下落リスクもあるんで、即座に損切りができればいいですけど、そう簡単にはいきませんので、まあ、ある程度勇気を持って入らなければいけないというのは、IPO 銘柄であります。ということで、今日は、私の投資戦略などについて、初心者でありますが、お伝えしてきました。まあ、明日以降も、こういう、初心者の投資家さんに向けた、いろいろお話ができたらいいなと思ってますんで、お気になされましたら、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは、さようなら。